皆さんこんにちは、児童学科の原田と申します。児童学科では幼稚園、保育士、小学校、特別支援学校の中から最大3つまで資格や免許を取得することができます。この動画では複数の資格や免許を取得することのメリットについてお話をします。幼稚園には幼稚園教育要領、保育士には保育所保育士審、小学校や特別支援学校には学習指導要領というものがあって、免許を取得するためにはそれぞれの内容について勉強しますし、その他にも子どもの保育や教育に関する幅広い知識や技能を学びます。例えば幼稚園の免許を持っている小学校の先生の例を考えてみましょう。幼稚園の免許を持っているということは、小学校だけでなく小学校に入学するまでに子どもたちがどういう学びを重ねてきたかということを勉強してきたことになります。そうすると自分が勤務する小学校で新1年生が幼稚園から上がってきたときに、幼稚園や小学校、幼稚園と小学校で連続性のある学びを展開したり、小学校生活にスムーズに移行するための学級経営ができたりするわけですね。複数の免許を取得する上で得られる知識や技能というのは就職先で役に立つことが多いと言えます。また特別支援学校の免許を取得していると、障害のあるお子さんの支援について一定の知識や技能を有しているものとして認められますので、例えば保育園の採用試験を受けるときに有利に働く可能性はあります。ただし取得する免許の数だけ履修しなくてはいけない科目や実習の数が増えますので、自分の学習のペースや体力などの状況を踏まえて免許取得の計画を立てる必要があります。